もう帰らなきゃいけない時間、楽しい時間ってあっという間に過ぎちゃうね。もっと一緒にいたいな。ねえ、俺が帰らないでって言ったら怒る？え、本当に？もう少しいてくれるの？ありがとう。ごめんね、わがまま言って。君には君の予定があるって分かってる。分かってるんだけど、どうしてももう少し一緒にいたくて。だって寂しいんだもん。今日会えたのだって2週間ぶりなんだよ。前に会ったのはご飯一緒に行っただけのほんの数時間。まともにデートすらできなかったし。今日みたいに一日一緒にいられたのって最近全然なかったじゃん。めちゃくちゃ寂しかった。どうしても寂しいから君の会社に会いに行こうかなって思ったけど、迷惑になるかもって思ったら会いに行くこともできなくて。連絡しようかとも思ったけど、仕事の邪魔になって嫌われたら嫌だったからできなくて。君から会えるよって連絡来た時はすっごく嬉しかった大げさじゃなくて本当だよ嘘じゃないって。証拠あるよって貸して。ほらね、今日君に会ってからずっとドキドキしてるんだよ。今手つないでいいかなとか、今キスしても大丈夫かなとか、そんなことばっか考えてた。君に会えたことが嬉しかったから全然わかんなかったでしょ。なるべく顔に出さないように頑張ってたもん。そうじゃなくても年下ってだけでも子供っぽく見られちゃうのに、浮かれてたらもっと子供っぽく見えちゃうじゃん。そんなの嫌だもん。年下だけどしっかりしてるってところを見てほしかったから必死だったんだよ。偉い頭撫でて。嬉しい。このまま時間止まらないかな。帰ってほしくない。もっと一緒にいたい。わがまま言っちゃダメって分かってるのにな。気持ちが抑えられない。止まってくって。君の予定は大丈夫なの？本当に？ありがとう。じゃあ早速一緒にお風呂入ろう。その後は一緒にご飯食べて、一緒にテレビ見て、一緒に寝ようね。ダメ。ずっと一緒にいるの。長い間会えなかったんだから。一秒も離れたくないんだもん。ね。お願い。やったー。現地取ったからね。今日はずっと俺の腕の中にいてね。約束だよ。